どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。テキサスベースです。ですね。今日はね、今ね、ちょうど日をまたぐぐらいのね、今時間でね、もうまた、深夜なんですけども、今日はね、こちらテキサスがですね、寒波がね、来まして、日本の方でもね、寒波がもう来てるようですけれども、先ほどね、今もひょっとしたらまだね、降ってるかもしれないんですけどもね、6時過ぎぐらいからですかね、ポツポツとね、ちょっとみぞれがね、降ってきまして、でね、明日はね、金曜日ですけれども、さらにね、寒くなってですね、明日は最高気温でもね、1度とかね、そんなぐらいでね、早朝にかけてはね、マイナス温度でね、またちょっとね、ひょっとしたら明日の朝あたりね、起きたらね、雪でも降ってるんじゃないかななんてね、感じでね、そんな感じでね、今日ね、こんなね、少しね、着ぶくれしてますけれども、少しね、着込んでます。で、あとね、ワークショップのね、今ね、ここの、下にね、コールマンの、ね、プロパン式のね、こんなね、ヒーターをね、今ね、つけてましてね、これね、どうでしょう、ずいぶん前にね、もうこれ入手して、使ったことなかったんですけれども、意外とね、これ使うとね、こんな感じでね、ガスですよね。そしてね、今ね、もうこれぐらいまでね、近づけてもね、火傷することもないぐらいのね、やんわりとね、したね、柔らかいね、ずいぶんね、熱というかね、がきましてね、ストーブみたいにね、カンカンにね、これ熱くはならないんですけども、意外とね、こんな感じのね、やんわりとしたね、暖をね、ちょっとね、取るにはいいかななんてね、感じです。ちょっと今ね、足元に置いてありますけども、さて今日はね、ここにあるですね、これですね、これ242、これ C ですね、ご存知のとおり 242C です。今ね、こんな感じでちょっとね、手が汚れてますけれどもね、ちょっとね、ですね、発送前にね、ちょこちょこちょっとね、主要な部分を分解、整備をね、してですね、一応ね、終わったところです。今ね、これね、ホワイトガソリンもね、入ってね、これから点火テストをね、するんですけども、一応ね、これはね、今回ね、ここのね、この夜明かりブランドのね、この夜明かりブランドのですね、ご存知のこれマイカグローブですね、これ242とか243系に合うね、グローブですね、これとね、この穴あきタイプと、通常のね、こういう感じのね、ものですよ。これはね、ちょっとね、訳ありということでね、少しひびなんかちょこちょこっとマイカに行っちゃってるものなんですけども、この2点はね、一応ご購入いただいた方、ですね、一応これに合うね、ランタンは何かありませんかということでね、いくつか、ですね、ちょっと私の方でね、見繕ってですね、一応、どうでしょう、この辺りはね、いかがでしょうかなんてことでね、これはワークショップの方にね、あったうちの1台なんですけれどもね、一応ね、今回これをね、一緒に、購入いただいた、ものです。これにはね、このパイレックスのね、このグローブもね、つきますけれどもね、一応はね、今回はね、これをまたつけてね、点火をね、してみようかなと思います。一応ね、マントルの方はね、これ何度か、これ、
動画でもねご紹介してるこれインスタクリップっていうね、一応コールマンこれ純正のものなんですけれども、これはねマニファクチャーがこれはインド製ですね。これインド製のねマントルでね、まあちょっと何でしょう、 USA のものと比べると、ちょっと質がね良くないかななんてね、何度かお話しさせていただいてるね。とりあえず今日もねこれを使ってみます。これはねまあねもう随分前にね、ちょっと安かったんでね、いつかまとめて、買ったもののね、残りが未だにあるみたいな感じでね、点火テストの時にねちょっとまあ使ったりしてます。これご存知の通りね、こんな感じでね、真ん中にこういう何でしょう、ちょっとしたよね、まあちょっとバネ状になったね、くるりと回った、まあワイヤーがありまして、その中をね、まあ本来であればね、こういったようなストリングが入ってるところにですね、このワイヤーをね通して、そしてここに小さなねこんなプラスチックのノブがありましてね、まあここがねこんな感じですよね。そこにノブがこう何でしょう、ついてまして、パコンとね装着してあげたらこれを引くとね一発でこうつけますよということでね、そんなことでねこれまあインスタクリップですね。これねこれインスタクリップ、2って書いてありますんでね、これはですのでね、まあバージョン2って感じなんですかね、これね。まあ以前ねインスタクリップのね初版っていうのがあったんですかね、まあよくねちょっと詳しくないですけども、ひとまずねじゃあこれをねつけてね、ここのね、バーナーキャップのね溝のところにねパコンとこう入れてあげて、これがねちょっとねここの何でしょう、バーナーキャップのねこれ大きさの方がねちょっと大きいかななんて感じでね、ちょっとこう入りづらいなんていう感じでね、早速またこれがね勝手にポロンになってね先に取れちゃいましたけれども、そんなこともあってねこれ意外とね、インスタクリップなんてね、言う割にはねあんまりこう便利じゃないかななんてねことでね、今ねこれねそうですね、このクリップのね部分がねどうもねこの 242A のですね今ついてるこれねバーナーキャップからするとね円のねこの部分がね、ちょっと収まりがねちょっと悪い感じがしますよね。ちょっとここのクリップの方がねちょっとこうちっちゃいみたいな感じでね、結局はね、これ取れちゃいましたんでね、今ご覧いただいたようにねちょっとこう手で、まあ無理やりね広げてつけたかななんて感じです。一応ねちょっと少しこうね均等に今伸ばしてあげてね、まあ膨らませてね、今こんな感じでね、まあ皆さんご存知の通りつけました。ですのでね今ちょっとこれはねこれまあベンチレーターもねまあそんなにはねこれは悪くないですね。ちょっとねこのベルのね当たるところが少しねここ欠けちゃったりしますけど、ね、全体的にはねこんな感じでね、まあまあ非常に綺麗な感じです。じゃあね一応ねこれはまあ主要なね、ところまあ全部ね、まあ、分解してご存じ通りフェルチューブですとかねクリーニングしてあげた、あとは主要なパッキンのね、点検とか追加とかねそのあたりと、あとはまあ、安全面でねここのガスケットキャップのねガスケットはねこれ新しいものにしてあります。あとはねこれはポンプの方ですよね。このねポンプの方もね、牛側の方はね、牛革ですね、まだまだねこれね使える感じだったんですけどもね、これも新しいね、牛革のあの革パッキンにね交換してあります。あとはね、まあ、チェックバルブもねきちんとこれ今ね、掃除して、クリーニングしてね、中はねコンペンサーでプシュッとね、飛ばしてあげてね、小さなこういったようなねホコリとかねものもね、まあできる限り、除去してあります。まあ、今早速ね、もうポンピングしてますけどもね、まあいい感じでね、
入ってるかなという感じですよね。もう早速今もう随分パンパンになってきた感じで、これガソリンはね、今ねこれ、どうでしょう、結構ね小さいタンクなんですけどもね、今これ7分目ぐらいまでね確か入れました。ですので今ねここで今このね、まあチャックマンをね使って、やります。これはね一応どうでしょう、まあ初心者の方、ひょっとしたらねご覧いただいてるかもしれませんけれども、これまあマントルはね、これまあ空焼きですよね。空焼きと してですね、ちょうどね、まあ焼くことによってね、フォーム、まあこう固まってね、なるんですけども、まあまあ炭化させるんですね。そうすることによってね、まあ点火、準備ができましたということでね、今こんな感じでね、燃やしてあげるんですけども、これはね、まあ大体はまあ、この下の部分を一応にねこんな感じで、しばらくちょっとね炙ってあげる感じでね、あとはね大体はね、メラ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 っとね自然とこう燃えてくるんですけども、そうですね、今こんな感じでね、ただねこれメラ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 ってね燃える、このねまあ動きというかね、これもやっぱねなんかアメリカ編成のね、マントルの方がねいい感じにこう綺麗にこう燃えてくれるような、あまあ感じがね、するんですけども、今ねこれも今、下の方からだんだんとね、白くこうね、なってきてね、まだね、上の方は少しね、まだ黒い感じの状態ですけどもね、しばらくねこんな感じでちょっとね、ついついねこの辺りでね、まあちょっとねこれを使っている限りね、このインド製のやつをねこれね、インスタクリップねこれ使っている限りね、ここぐらいのね今ねちょっとね燃えが弱いところですかね、これをねマッチをねまた使ってね、まあライターね使ってちょっとねこうまた追加でね、やるとね、これに関してはどうやらねちょっとすぐねこう穴が開きやすいみたいなね、感じですのでね、ちょっと今ねこれは何もせずね、置いておきます。若干ねまだね、白くね燃え切ってないところがね、残ってるんですけどもね、どうでしょう、まあ8割9割近くまあなんとか燃えてるみたいな感じでね、まあ、これとりあえずねまあよしとします。まあね問題ないと思いますけども、それで今、そうですね、ここでね、今先ほどポンピングしましたので、ここのグローブをね、これマイカグローブですね、これ装着します。これはね、まあもともとここのねフレームの下にね、マッチをね入れるねこれ穴がありますのでね、無理にね、ここにね穴を開けてね、こんなことをする必要ももちろんねこれないんですけども、少しねこれはもう遊び心ということでね、そんな感じでね、ご理解ください。あと今日ね、実際今ねこれね、これらにね付属するこれ、マッチツールですね、これマッチツールはねこれ詳細もうね、まあご存知の方もね多いと思いますのでね、ちょっと割愛させていただきますけれども、これもねまあ、ここのね、テキサスベース夜明かりブランドのねこれ、マッチツールですよね、これ今ねシリアル番号がねこれ実は全部入ってましてね、今回はねこれはねシリアルナンバーこれ19番ですね、19番です。そしてねこれに19番に続いてですね、まあ、20番っていうのもね今ご注文いただいたものがね、まもなく日本の方にね立つんですけども、それでね約ね今ね、これをまあどうでしょう、販売、開始してからね今半年ぐらいですかね、
今ね、シエルバンバオがね、これが19、そして20、万まで来ましてね、大体まあ20個ぐらい、シラブナンバーもね、入ってないもの、ちょっとこうね、いくつか、お送りしてますんでね、そのあたりもね、含めるとね、まあ20個以上になると思うんですけども、ひとまずね、日本の方にね、このマッチツール、これね、もちろんこれね、大きさとかね、柄とかいろんなものね、これはもう一点物ですのでね、これより小さいものがあれば大きなものもあったりするんですけども、まあ20個ぐらいはね、日本のように今もうこれをね、使っている方が、まあいらっしゃいますと、そんな感じです。これに、ね、関してはね、ここマッチをね、ここに中にこう間にこう入れてあげてね、まあ、スッとね吸って、そしてここから点火すると、それだけのね一応道具です。今ねマッチがねどうでしょう、主役のマッチがねどっかに、ね、あると思うんですけれども、もう今日はねね、一応ね、マッチをね、使うプロジェクトなんてね、ことをね、主催してますんでね、いろいろマッチはね、実は、ありましてね、他にもね、ゴロゴロしてるんですけどもね、一応ね、まあ、ついででね、これマッチ、これまあ、自分なんかでもね、これ、大箱のね、マッチありましてね、これもう300本入ってますよ、なんてね、感じでね、これまあこれ単純にこれはね、通常のこういうマッチがね、もう普通のマッチがねたくさん入ってますよっていう、まあ大箱マッチです。そしてね、これがね、まあ小さいね、昔だとねこんなタバコを吸う人がね、火をつけるなんつうとね、こんな昔はねマッチをね、こんな使ってね、やってたりとかね、あとはまあストーブなんかもね、確かこんなの使ってね、子供の頃はつけてた記憶があります。そうですね、これはそうですね、これもね、と同じマッチですね。あとはねこれね、実はこんなのをね、まあ日本でもこれあると思うんですけども、絵の長いね、これもね、こんなものなんですけども、まあぶっちゃけこれはね、他のマッチよりね、結構ね、大きさも、このマッチ棒のところもね、頭も随分こう大きいんですよね。ですので、まあ変な話ね、これをね、使ってね、こうつけてあげればね、まあ、これもいらないかな、なんて、ね、感じなんですけども、これはね、どちらかというとね、まあ暖炉にね、こう火をつけたりとかね、あとはそのファイヤーピットですかね、こういうね、薪を組んでね、そんなのにこうつけるときにね、使ったりするようなマッチです。これはね、まあ今日は使わないですけれども、こんな感じですよね。25センチぐらいですね、これがね。さて、じゃあひとまずね、これマッチをね、こちらに避けさせていただいて、ここのね、これマッチツールですね。でここにね、単純にねここの部分をねこうつけて、いただくんですけれども、これマッチによってはねどうなんですかね、これ今ね手でグググってね、入りましたけどもね、マッチによってはひょっとしたらね、少しねこう入りづらいものもね、あるかなと思いますけれども、幸いアメリカでねこう売られてるコートの手ってね、ある意味ね木の質がね、そんな良くないのでね、結構こう柔らかくてねちょっとやばいみたいな感じですのでね、無理なくとりあえずね、こういう感じでグイグイグイってねこれは押し込むことが、できました。さてじゃあここでね、今ねここでね、あれですよね、ちょっと点火をね、しますね。
で、これまで、ジェネレーターの方もね、既存のこれものをね、クリーニングして、装着してね、まだね、その後もちろんこれ点火してないのでね、ちょっとこれ私流のやり方でね、少し今ね、バルブをね、これまあ4分の1ほどちょっとね、ひねってた後ね、ここのね、クリーニングレバーのところですね、今ね、ちょっと今音が聞こえたと思いますけれども、こうね、まだ気化はこれもちろんしてないんですけれども、気化というかね、ちょうどまだね、混じり合ってるような感じのね、状態だったんですけども、ちょっとね、ここのジェネレーターにね、ガスをね、少し前もって吸わせてあげてね、そんな感じで今ちょっと少しね、点火をしやすいようにね、したのと、久しぶりにこれね、もう点火するのかななんていう感じなんでね、少しね、ジェネレーターがね、ちょっとこう、びっくりさせないようにね、少し、ガスを送りました。さて、じゃあここでね、つけてみますね。こんな感じでね、そうですね、これね、まあ久しぶりにね、もう久しぶりというかね、これもうね、最後についたのはね、いつからなんてね、思うんですけれども、一応ね、今ね、火がこうバーっとね、ちょっと高くね、立ちましたけれども、まあね、これはまあ、通常、まあ、へ、あのー、まあ問題ないというかね、こんな感じです。あと最初の今ね、一回ね、先ほど言ったようにね、私流ということで、ね、ちょっとね、ガスを最初にね、送ってあげたこともありますんでね、まあ、影響もあってね、少し、まあ、少しね、火が高く、本来よりは上がったかななんてね、気がしますけれども、まあ、大体ね、まあ、予想した通りみたいな感じのね、具合です。今ね、ここのクリーニングレバーをね、また何回かね、クリーニングでね、ちょっとこうしてあげまして、そしてね、まあ追加のね、ここでまあ、ポンピングプラス、まあ、バルブをね、まあ、開けてあげるっていう感じですかね。今ね、まだね、ここね、いい感じでね、これついてますけどもね、もう少しね、しばらくするとね、ちょっとこう安定してくるんじゃないかなっていう感じでね、今見てます。今ね、結構ね、これ、火膨れしちゃってね、それぐらいね、今ね、ちょっと寒いんですけどもね、意外とね、これは、ちょうどいいです、今ね。いい感じでね、暖を一緒に取れちゃうかな、なんていう感じです。今ね、私のこれ顔を見るとね、こんな感じでね、影になってますけれども、ここがね、今、1枚ね、このね、プレートがね、手前にここを組み込んでありますのでね、そこの部分がね、こう向けると、ちょっとこうね、内側にこう向かいった時に、遮断される感じですかね。ですので、こっちの方をね、使った場合はね、四方八方こう明るい感じでね、当然。なるかと思いますね。なるかと思うか、まあ、その通りそうなりますね、これに関してはね。今ね、だいたいどうでしょう、まだね、つけてね、2、3分だと思いますけどもね、まだね、このまた、あと30分くらいはね、これね、ちょっとこれ、走らせておきますね。
とね、今ね、初心者のね、方というかね、結構問い合わせがね、いろいろ来るんですけども、初歩的なね、本当に初歩的なね、質問でもね、初めてね、こう使う方からするとね、やっぱね、オールドコールマンなんてね、言うとね、こうやたらとね、なんでしょう、こう使うのが難しいのかななんてね、思ってくる方もね、たくさんこういると思うんですけども、そんな感じでね、意外と本当にね、初歩的なね、質問がね、来ますけどね、一応それはね、やっぱり初めてね、使う方からするとね、多分ここついてるね、これなんじゃらほいっていうね、いろいろね、こうありますんでね。ですからね、ここはね、これクリーニングレバーっていう、これに対してはね、L 字型になってますけれども、ジェネレーターのね、この先端ですよね。芯がね、ぴょこんぴょこんぴょことね、出てくるんですけども、それによってね、この小さな穴をね、煙突装置と一緒ですよね、クリーニングしてくれる、役目です。今ね、ここでね、ちょっと今ね、どうでしょう、ここにね、ガスがね、ちょっとね、だらりとは漏れてないんですけど、ね、一時ね、ちょっとね、流れ込んできたのがね、今、こう、跡が出てきてますんで、このね、六角ネジのね、ところがね、まだちょっとこれに関してはね、少しね、弱かったやつですね。ただ今ね、こう手で触ってもね、決して今もう、漏れはね、してないんですけどね、いずれにしてもね、最初の何でしょう、圧力がこうかかった時にね、なんかのね、表紙にこれ少しだけね、出てきてますんで、あとでね、もうちょいここ、ほんのわずかね、こう調整をする必要がね、あるみたいです。あとはね、これはね、まだね、最終的にね、これは、このね、点火テストをね、終わってからね、ちょっとこう、もう一度、最後のね、磨きとね、もう一度ね、分解してね、チューンナップというかね、最後のこの辺りのね、微調整もね、してあげます。これ今、もう十分ね、これ入ってってね、パンパンなんですけども、ここでまたね、追加のポンピングでね、もうこれは、これ以上はもう入んないかなってぐらいまでね、上げて、今十分ね、また、ゴーゴーとね、明かりがつき始めました。さっきよりもね、こんな感じでね、見てもわかるようにね、十分、勢いよくね、今ね、ここでね、ここのベンチデータをね、つけてみますね。あとね、このベールですね、これはね、結構ね、このモデルはね、便利というかね、ベールはね、こんな感じでね、先にね、これつけられますんでね。そしてここのベンチデータをね、この状態でね、パコンとね、今ね、ちょっと
光をね見すぎちゃって目がねちょっと今よく、そしてこれですね、ウォールナット、これで今ねこんな感じでね、ベンチレーターをね、つけた状態です。ぐるりとねこれ一周するとねこんな感じでね、少しこうスリムな感じですよね。これをね、まあつけるとねちょっとでっぽりした感じがね、出るんですけども、このストレートのねマイカグローブを入れるとねスリムな感じですよね、見た目がね。あとはね、これはね、俗に言うこれは、NL っていうね、この傘がね、これよりもね、ちょっとこう、どうでしょう、二回りまではいかないと思うんですけど、ちょっとこう、小さいタイプでね、これなんかだとね、さらにね、このストレートのね、マイカグローブはね、このモデルなんかだとね、さらにね、いい感じにね、見えるというかね、スリムがこうストンとね感じてね、さらにねこのストレートマイカグローブがね、似合うかななんて感じです。これ19番ですね、これね、19番です。先ほどのね、話の続きでね、今ね、まあ、寒波がね、来てますということでね、明日もね、今日と同じくらいでね、寒くなるということでね、そうなってちょっとね今ねお荷物のね発送にね支障がねちょっとこう出てきたりしますんでね、その場合はね週明け以降ですかねの方にねちょっとこう延期させていただいてですね、そんなこともね、出てくるんじゃないかと思います。早速ね、フェデラルエクスプレスとかね、郵便局とかね、そのあたりからね、やっぱね、このね、早速この、寒波のね、影響でね、荷物が遅れたりとかね、中にはね、飛行機も止まっちゃったりとかね、ありますのでね、遅延が起きますようなんてね、ことがね、早速、通知ね、今日はね、来てましたね。明日はもうね早速雪のね今予報が出てますんでね、うちの子供の学校はねもう明日はねもう学校ありませんよってね休校しますという感じでね、もう連絡がね夕方ぐらいに来てました。ここねテキサスはね私の方がね長年住んだねカリフォルニアの方からね移住してきましたね。今、もうちょうどね、もうそれでももう6年経ったんですかね。6年目をね、迎えてね。早いものでね、もうね、テキサス人というかね、テキサス人まではなってないんですけど、でも随分ね、このテキサスの暮らしにもね、慣れてきましてね。やっぱり一番のね、カリフォルニアとの違いはね、やっぱりこの天候ですよね。カリフォルニアってね、ご存知通りね、サンシャインステーツなんてね、言われる通りね、カラッとしたね、天気でね、
まあ、そんなような、ね、気候のところなんですけれども、まあ、それに比べてテキサスはね、まあ、こんな、まあ、まあ、雪も降ればね、夏はものすごいね、灼熱の太陽みたいな感じでね、まあ、もちろん湿度もね、ものすごい高いんですけども、そんな感じでね、まあ、やっぱり一番はね、どうでしょう、その、まあ、この、うん、天候というかね、気候の違いがね、なかなかこう最初はね、受け、まあ、入れられなかったというかね、いろんなね、災害もね、見舞われましてね、まあ、特にね、こう命に関わったりするようなね、あれにはね、もちろんこうないんですけども、ただね、このテキサスの暮らしにね、まあ、まあ、慣れてきたってことはね、まあ、どちらかというとね、こういったようなね、その天候とかね、気候のね、まあ、それにね、まあ、馴染んでく、るとね、まあ、自然とね、まあ、そのテキサス暮らしもね、まあ、馴染んできたのかななんてね、感じがします。今ね、結構日本の方もね、ご存知の通りね、結構テキサスってね、意外とこう、まあ、まあ、騒がれてましてね、特にね、カリフォルニアとね、よくね、こう対照的にね、される州なんですけども、まあ、それはね、まあ、カリフォルニアがね、ものすごいこの、まあ、高い、何もかもが高いみたいなね、感じで、今、特にまたアメリカ全体でね、インフレーション、こっちインフレーションというんですけども、来てましてね、今ね、ちょっとね、今ここでね、実はね、ちょっと変化があったんですけどね、先ほどまでね、ちょっとね、シュッシュッポ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 じゃないですけどね、そんな感じのね、ちょっとね、まだ安定感がなかったんですけども、今ね、ここでね、今ちょうどいい感じでね、安定する、モードにね、ちょうど今、ちょうど入った感じですよね。この辺もね、意外とね、初期にね、あんまりちょっとこう、安定しない状態がね、古いものをね、久しぶりに整備してつけたりするとね、起きがちなんですけども、これもね、最初見てたところね、そんな状況がね、ずっと今ね、出てたんですけども、おそらくね、このまま点灯して、いると、つけてるとですね、この今ね、スパッとね、そのもう安定モードに入りましたけどね、まあ、入るのかななんてね、予想はしてましたけどもね、やはりね、入りましたね。これで今ね、よく見ていただくとね、先ほどよりもね、明らかにね、明かりがね、安定してね、そしてね、音でもね、今わかると思うんですけど、先ほどね、ちょっとね、微妙にまでパコンパコンパコンポンなんてあったんですけど、今はね、スーッていう感じのね、本来のね、けたたましくね、こう燃えるみたいなね、ものにこれね、なりました。さっきちょっと話がね、今すいません、それちゃったんですけどもね、そんなことでね、今ね、昨年、まあ、2021年はですね、まあ、テキサスの方にね、毎日ね、1000人の人が、もう移り住んできてますよっていうね、ことだったんですけども、おそらくね、今年もね、同じようなレベルだと思うんですけど、実はね、これ私がね、ちょうど6年前ぐらいに、ね、来た時もね、随分多くの人がね、テキサスの方にね、テキサスの、ね、移住してきますよ、なんてことはね、聞いててね、その時でね、ちょうど1日ね、200人ぐらいの人がね、テキサスの方にこう移り住んできてますよねってね、ことを聞いてたんですけど、実はもう昨年はね、1000人、1日にね、1000人っていうことですからね、これもう年間通したらね、これものすごい人の数がね、人が、まあ、他州からこのテキサス州にね、こう移り住んできてるっていうことですよね。で、そのうちね、実はね、その1000人中ね、その750人がね、まあ実はね、移り住んでくれてる州はね、カリフォルニア州からね、移ってきてるそうです。私もね、その例に漏れずにね、まあ、まあ、カリフォルニア州からね、こう、まあ、移住してきたんですけどもね、
私の場合はどっちかというとね、そのテキサスの移住ピークに、ね、なる一歩手前みたいな感じでね、こう移り住んできたんですけどもね、今はね、さらにそれがね、もういろんなことでね、IT 産業なんかもね、テキサスに来てますしね、ご存知の通りね、テスラとかね、そのあたりもね、こう来てますしね、そんな影響もあってね、今ね、またどうでしょうの、テキサスブームみたいなのがね、一部ではね、こう巻き起こっちゃってるみたいな感じです。そうです、今ね、これね、非常にね、これ、いい感じになってきました。これ今ね、今、お待ちいただいてるね、方、今ね、これはもう、どうでしょう、整備をね、ちょっとこう、送らせていただける前にね、させていただきますよということでね、やってましてね、もうほとんどね、大きな問題はね、これはどう、なさそうですのでね、再度ね、先ほど言ったようにね、もう一度ね、ちょっとこう、細かなところをね、再度確認ですよね。そして一応に磨き上げてね、これは終了したいと思います。ですね、これはね、もう昔からね、これ使ってるチェックバルブツールでね、これのね、これ随分ね、これ古いものでね、このね、チェックバルブはね、ツールは、これに関してはね、いろんなタイプがね、これ1本だけでね、実はね、外せますんでね、これ手に入れてね、これ手に入れたのはですね、どうでしょう。おそらくね、これもう20年前ぐらいですかね。20年前っていうのはね、私もまだね、結構若かった、時ですけどもね、それ以来これね、使ってます。明かりをね消してみますね、こんな感じでね、今ね、ワークショップの、ね、明かりが、そことのメインのね、上のちょっと古いランプの、ランプっていうかね、ライトのね、明かりが今ね、小さに消してみました。昨日ね、
インスタグラムの方にもね、あげたようにね、昨日はね、この、NL 用のね、この、ベールがね、今ね、これまだね、これ今、形作りしてる最中でね、まだね、こう、広がった状態なんですけども、これはね、昨日ね、日本ばかしね、オレゴン州のね、方のところにね、まあ、送らせていただいてね、まあ、購入いただいたんですけども、あとはね、まあ、いくつかね、これ、まあ、前田なんかもね、含めてね、まあ、アメリカ国内とかね、カナダの方からもね、実はね、注文いただいたりとかね、してましてね、ただね、もちろんね、日本の方の方がね、まあ、メインというかね、ご利用いただいている方たくさんいますんでね、おそらくこれは今このね、夜明かりブランドのね、このマイカグローブはね、どれぐらいなんですかね、まあ、日本でね、まだね、50まではね、出回ってないと思うんですけどもね、私の方のね、作らせていただいたものですけども、まあ、どうでしょう、40ぐらいなんですかね、それぐらいはね、販売開始してからね、まだ1年は経ってないかなと思うんですけどもね、今40ぐらいはね、日本の方にね、行ってます。マッチツールはね、先ほど言ったようにね、20本ぐらいはね、今ね、シリアルナンバーでいくとね、今20。あとはね、過去にシリアルナンバーのね、ついてないものもね、何本か行ってますんでね、ザクッとした感じで、まあ20本ぐらいなんですかね、マッチツールに関してはね。今ね、こっち側に付け込みようかなってね、思ったんですけども、今ね、ちょっとここね、この状態だとね、少しね、固く締まっちゃってるみたいでね、外れそうもないのでね、ちょっとこのままでね、またしばらく。今ね、動画が始まって、これ47分ですね。どうでしょう今ね、それでももう30分ぐらい、点火してから30分ぐらいはね、経つかと思いますけどもね。もうね、もう非常にね、安定した感じで、いい感じですね。あとね、タンクのね、これね、中なんですけども、これね、まあもちろんこれね、同じ年代とかね、同じモデルでもね、まあ、個体個体でね、もう、まあ、使われてきた状況次第でね、全くこれね、がらりとね、このコンディションがいいものもあれば悪いものもね、ありますけども、この辺りもね、もちろんこれにはね、かなりね、状況はね、まあ、いい方ですね。これはね、ご覧いただいているようにね。あとはね、中にはね、ものすごいね、ものもありますけどもね、このぐらいのね、程度のいいものだとね、タンクのこう中ね、こうまあ、皆さんこう気になるところでね、手に入れた時にね、どうかななんてね、まあまあ、サビ出てるのかなとかね、まあ、サビで穴が開いてないかなとかね、皆さん結構ね、これ気にされる部分だと思いますけども、一応ね、これに関してはですね、サビの中は、サビの中というか、タンクの中はね、サビという処理というのはね、これに関してはね、してません。というのはね、これね、まあ、サビ取りをね、する必要が、まあね、あるほどね、サビらしいサビっていうのがね、これ、まあ、出てませんでしたので、
そんな意味でね、これに関しては、サビ取りっていうのは行ってません。ただね、見たところね、タンクの横と、そこにね、ちょっとこう、不純物というかね、ちょっと、ポツン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 とね、そんなもんのね、こう、見受けられましたのでね、これに関してはね、どんな処理をしたかというと、実はね、コンプレッサーですよね、このね、コンプレッサーをね、これね、吹きかけてあげてですね、まんべんなくね、このタンクだけにした状態でですね、全部ガスキャップとかね、当然他のものも全部外した状態でね、中央のね、このバルブのついてるところの穴からね、逆さにした状態でね、こうね、ちょっとね、時間をかけてね、圧力でね、そういったものを吹き飛ばしてあげるなんてことでね、これに関してはね、それで十分でしたのでね、錆取りはしてません。あとは念のためにね、綺麗なね、ホワイトガソリンで中をね、よくこう洗浄してあげて、開けて、してもう一度新しい燃料を入れて点火と、こんな感じです。今これコンプレッサーはね、今ね、この足元にあるものはね、結構ね、どうでしょう、一番小型のね、ポータブルのものでね、確か120、これとかね、そんな気圧の小さなものだと思いましたけれども、こんなような作業をする場合だとね、それぐらいの、なんでしょう、コンプレッサーでもね、十分ですよね。あとはね、これは、メインでね、ちょっとこう、整備するような時とかね、レステーションする時にこう使ってるテーブルでね、いろんなものがね、こうついたりしてるんですけども、こんなのもね、今足元にね、スッとね、すぐ出せるようにね、一つこんなところにもね、ポータブルのものがね、あるとね、結構こう、便利ですよね、これはね。あとはね、サンドブラストをね、するような場合だとね、これぐらいの小さなものだとね、ちょっとこう、非力でね、ちょっと用が足りないのでね、サンドブラスト用はね、また別にね、大きなものでね、ちょっと別なところにありますけどね、一応これはね、この、作業の時にね、使うために一つね、こんなところにも置いてあります。今ね、顔の付近というかね、この辺りはね、今、ランタンをね、灯してますんでね、非常にこう、いい感じでね、あったかいんですけどもね、実は足元がね、今ね、さっきのヒーターはね、つけてるんですけどもね、今ね、時間は今ね、今12時半、回りましてね、外もね、随分これ、寒くなってきたみたいでね、ワークショップの中はね、ここガレージですのでね、もちろんそのガレージのようにこういうガラ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 ってね、上がる扉の左右ってね、結構ね、こう、隙間風がね、入ってきますんでね、外ほどはね、もちろんこれ寒くはないですけどもね、さすがにこの時間でね、今、寒波が来てね、雪が降ったりとかになってね、してる状況でしたのでね、結構寒くなってきましたね。で、あとね、ワークショップってね、よくこう、先ほどもね、今もね、言葉に走ってますけども、ワークショップってね、ショップってつくとね、なんかそのお店なのとかね、それこそ思われる方がね、多いようなんですけども、実はね、ワークショップっていうのね、単純にね、作業場とかね、そんな意味なんですね。ですのでね、こっちの人ってね、どうでしょう、大体はね、こういったようなね、ガレージっていうのがね、母屋とこうついてね、
まあ平均まあ大体車が2台くらい入るぐらいのね、まあガレージ中にはまあ3台とかね、まあそれ以上こう入るね、まあ大きなガレージをね、持ってる家なんかも住んでる方もいますけども、ね、そのような感じでね、大体はね、ガレージはね、車をまあ入れる、まあ何でしょう、入れる人というかね、まあ、ちょい入れる人もいるんですけどね、大概はね、まあ特にね、私みたいにこんなことをね、いろいろこうまあ作ったりとかね、やったりする場合っていうのはね、大概はね、こういう感じでね、まあワークショップとしてね、ガレージを使ってる方がね、まあ多いんじゃないかなと思いますよね。今だとね、まあコロナのね、まあ巣ごもりなんていうね、感じがね、もう世界的にね、こう定着してますんでね、そんなようなね、ことをね、かけにね、結構今ね、女性なんかでもね、まあクラフトとかね、まあそのいろいろ DIY とかね、中にはね、結構ね、旋盤をガリ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 ね、こう、を使ってね、何かこう、立派なね、ものをいろんな作っちゃったりとかね、そんな人もね、こちらではね、いるみたいでね、そんな人はね、やっぱりね、女性でもね、こんな結構ね、立派なワークショップをね、こう、持ってる方もね、多いようです。いい感じですね。今ね、ここにちょうどね、ね、これがまあNL なんですけども。そうですね、ありますけれども、これはね、まあまあ、ご存じの方はね、見ても分かるようにね、まあ、ちょっとね、このポンプがね、こう形の形状がね、これ、違いますけれども、そしてね、これに関してはね、この中にね、先についてるのチェックバルブをね、独特のものがついてます。でね、ここのね、中についてるこのチェックバルブですよね。これ今じゃね、もちろんこれね、希少でね、そこのチェックバルブだけでもね、まあ、手に入れようとするとね、まあ、なかなかね、入手も難しいかななんてね、ことでね、まあ、これ面白いね、構造してるチェックバルブがついてますんでね。ちょっとね、なんでしょう。空気がね、きちんとこう、シャットアウト、できないような場合はね、中のコルクをね、変えたりとかね、まあ、いろいろしてね、こう、まあ、もう、リコンディションですかね、もう一度ね、まあ、チューンナップというかね、そういうことによってね、また、会長にね、使ったりすることがね、できるチェックバルブがついてるんですけども、ただね、どうでしょう、今までね、随分の数をね、いろいろこうしたりしてますけども、ね、結構ね、そのね、構造もね、まあ、単純といえばね、単純でね、中にね、コルクなんかがね、使われてね、結構こう、まあ、原始的な、ものがね、こう組み込まれたりするんですけども、故にね、意外とまあ、個体によってね、その、これについてるね、チェックバルブのついてるモデル、まあ、他にもいくつかね、ありますけども、こうね、見るとね、結構まあ、コンディションが様々なみたいな感じがしますよね。どうでしょう、まあ、半月ぐらい前のね、確か、年明け後のね、動画だと思いましたけどね、今年のね、まあ、2022年のね、
プラン、その、まあ、何をね、していくのかななんてね、そんな、お話をちょっとねさせていただいた中のね、一つで一番のね、ですね、まあ大きなね、まあ、計画の一番のものはね、まあ、パーツ作りっていうことでね、まあ、その、まあ、旋盤をね、駆使したね、パーツ作りが一番のね、まあ、本年度、今年のね、その強化ですよね、そのね、旋盤を使った、パーツ作り、それがね、一番のね、大きな第一、まあ、計画、プランなんですけどもね、その中でもね、一応ね、まだ、まあ、もちろん極めてはいないんですけども、ね、そのね、今のところにね、頂点のね、今、第一、まあ、目標にしてるのがね、このね、まあ、242、まあ、A とかね、それらのモデルについてはですね、この先ほどから話したこのちょっとね面白い構造をしたねチェックバルブをね、作り込むんでいこうかななんていうことがね、一応これがね、目下、ね、目標です。実はね、もうね、どうでしょう、20年ぐらい前にはなると思うんですけども、実はね、そのね、とある方がね、作られたね、その、まあもちろんこれ旋盤を作ってね、作られた、その、まさにそのね、チェックバルブ、ね、実はね、見たことが、まあ実際にね、こう、いただいてね、手にしてね、オリジナルとこう比べてね、見たことがあるんですけども、本当にね、そのね、ものはものすごい素敵でですね、本当にね、こうオリジナルと比べてもね、全くね違いがわからない、もう本当にね、精密にね、採寸されてね、精密にこの旋盤をね駆使してね、作り上げたようでね、本当にね、その時はね、あ、すごいななんてね、こんなの作れんだなんてね、思い立ってね、まあ、あれからまた、どうでしょう、まあ、ざっと20年ぐらい、経ったね、ようやくね、まあ、まあ、少しずつね、私自身もね、そんな感じでね、着手、する、まあ、時というかね、まあ、時代がようやく来ました。さて今ね、これ今動画がね、今1時間3分ですかね、今ね。ということは最初、多分ね、最初の15分ぐらい、最初の15分ぐらいはね、点火する前のね、うんちくを確かね、話してましたので、約今これね、まあ、ざっと45分からね、50分ぐらいですかね、テスト点火して今そんな感じですね。まあ、こちらもコロナの方がね、もちろん収束してないんですけどもね、また今オミクロンのね、さらにその新型とかね、いろいろなんかね、なんか出てきてるようでね、もちろん収束はしてないんですけどもね、アメリカ、ご存じ通りね、まあ、2年前のね、このコロナがね、ものすごいこの広まった時、ご存じ通りね、アメリカはね、もうダントツでね、感染者、それからね、死者なんかもね、ものすごい数がね、出てる。今もね、結構ね、この、レベルなんですけどもね、にも限らずね、まあ、
今ほとんどね、もうね、みんな、公共の場でもね、まあ、マスクはね、してない状況でね、まあ、ちょっと困っちゃったもんだななんてね、私自身ちょっと思うんですけどもね。ですからね、なんかちょっとね、マスクなんかね、してる方がね、なんかマスクしてんのか、お前、みたいなね、感じでなんとなくちょこんとね、見られるような感じの時もやっぱね、ありますよね。そうするとね、イコールね、まあ、マスクはしてるってことは、ワクチンお前打ってねえのか、みたいなね、多分そんなね、解釈もあってのね、ことだと思うんですけどもね、まあ一応私もね、今2回はね、接種してましてね、そろそろね、まあブースターショットですよね、まあ、皆さんもご存知のね、まあブースターショットもね、そろそろやろうかななんてね、思ってます。今日はね、今もう1時間過ぎましたんでね、まあ、動画はそろそろね終了してね、ワークショップもね、今日はね終了しようかなと思います。最後ね、これね、このね、消えてくところをね、じっとね、最後の最後までね、見るのがね、好きな人がね、一部いるみたいですのでね、そんな感じでね、今日はね、ビデオを終わりたいと思います。じゃ、とりあえずね、こんな感じで、おやすみなさい。